アフリカの路上で謎すぎるお菓子食べてみた。細長いやつ10円。ストローに小さな玉が入ってて、おまけにヘアゴムがついてます。全然出てこない。ものすごいちっちゃいチケッタヒナーラで。チョコボールと書かれたカップケーキ20円。重量感すごい。うん。甘い。ケーキがめっちゃしっとりしてて、チョコはちょっと。車の形をした何か10円。ものすごい甘い何かに漬け込まれためちゃくちゃしけったクッキー。限りなくスプライトに寄せているボトル15円。こちらはまさかのガム。スプライトの味はしない。粉々のチップス1袋10円。おー、油の匂いです。おー、圧倒的にしけってる。ハート型のマシュマロっぽいやつは5円。柔らかくて気持ちいい。待って、新感覚。今までで食べたマシュマロで一番柔らかくて、食べてるとしぼんでいくので溶けてなくなった。真っ赤な飴は10円。匂いは無臭です。とでっこ飴の味もしなければ、ストロベリーの味もしなければ、砂糖の味しかしない。何が書かれてるのか分かんなすぎるんだけど、解読できる人いますか？